本日の第3試合はウェルター級3分3ラウンドの一戦です。まずは青コーナーから今日の試合がプロ2戦目になります細見直樹が入ってきました。そして赤コーナーからは現在ジャパンキックウェルター級3位、今日の試合連勝を狙います山内優です。今年7月にはガシャン・マサトと戦って再戦を勝利で飾りました。今日の試合連勝ということになるんでしょうか。試合先立ちまして赤コーナー山内優選手には株式会社ロマンセンスギー様より駅でしょうかと言っております。本日の第3試合はウェルター級3分3ラウンドの一戦です。赤コーナーが山内優、そして青コーナーが細見直樹の一戦ということになります。2人とも身長差が高いです、ね、そうですね。第3試合ジャパンキックウェルター級3分3ラウンドマッチを行います。アルコーナージャパンキックウェルター級3ロックオンチーム山内優、神奈川県横須賀市出身の29歳、現在ウェルター級の3位にランクされている山内優です。ジャパンキックウェルター級キックボックスチーム細見、京都出身の26歳、細見直樹の一戦です。この試合も解説は緑川つくるさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ウェルター級ですから、このフレームというのが先ほどと比べると大きくなって。そうですね、大きくなって、僕ももともとウェルター級で試合してたんで。あ、そうですか、はい。このウェルター級の魅力っていうのはどういうところになりますか。そうですね、やっぱちょっとやっぱ大きくなってきて、パワー、はい、あと一発がある、それをやっぱ全部に見え出しやすい配球になってます。いや、お互いにこう蹴り合っていきました。細見選手蹴りですね。そうですね、青いグローブが細見直樹、そして赤いグローブが山内優です。ちゃんとかわして蹴れるんで。あ、ここは相手の蹴りに対してパンチ入れていきました細見直樹です。なんかバックボーンやってたんですか。あ、かもしれませんね。ちょっとそのあたりの情報が入ってきてはいないんですけれども、ただ身のこなしからしてこのプロ2戦目という感じには見えない。いや、ここ前に出ていく。あーっと、右が入りました。顔面を捉えていきました細見。もう一度右ストレート、最後のパンチを振っていく。どんどん前に出ていきます。ここはまとめていく、まとめていきます細見。一旦レフリーが割って入りました。あそこで細見選手はお腹を打てると。あ、なるほど、もっといいんですよね。やっぱ顔だけになってしまってるので、角度を変えながら最後ローキックにつなげていきました細見。今日の試合がプロ2戦目、ウェルター級3位に入っている山内優に対して第1ラウンドから激しい展開になっています。スピン選手はパワフルですね。パワフルですね。こう躊躇なく左右のこうフック振り回していきます。そしてこの左のリードブローですけれども、かなりシャープに打ってきますね。うまいですね、ジャブ当てる、ちょっと疲れました。まあ、確かにあれだけパンチまとめていったら、こう打ち疲れという部分も出てくるかもしれません。そうですね、思いっきりフルパワーで打ってたので。第1ラウンドは残りまだ1分あります。ここは組んでいきます。ただ山内優としてもこのまま終わるわけにいかない。現在ウェルター級の3位ランクされている山内優、ロケットから組み立てていこうという山内ですけれども、お構いなしにこの強烈なミックガードの上だろうが何だろうが打ち込んでいきますね。すごいですね、細見です。あとは右ストレート伸びていきました山内。さあ、ここも足を止めてのお互いの打ち合いになっていくか。左右のフックは細見、ロキックを返していくのは山内です。お互いにここでボディが打てるとまたパンチが当たりやすくなるんですけど、確かにボディへのパンチというのがこの試合というのは、まあ、ほとんど見られてないですよね。そうですね、これはスリップです。
さあ第1ラウンド残り10秒になってくる。山内選手ローいいですね、先ほどこの前足に対するローをしっかりと蹴っている山内です。そして力のこもった右フックを最後放っていきました山内優。本日の第3試合ジャパンキックウェルター級3分3ラウンドの一戦です。山内優対細見直樹の一戦ですが、第1ラウンドの印象緑川さんどうですか。そうですね、細見選手がすごいパワフルで効かしてたので、まあ、そのいうところでポイントは取れてるかなとは思うんですけど、やっぱそのベテラン選手っていうのは、はい、耐えてからが強いんで、そういう2ラウンド以降どういう風になっていくかっていうのはちょっと楽しみだよね。何かこう最初面食らった感じもあったかもしれない山内ですけれども、しっかりローキックは返してましたよね。そうですね、山内選手のローキックすごいあの角度とか当たり方が良かったので、はい、これ多分もらい続けると効いてくると思う。前足に対してコツコツとしっかりローを返していた山内優、これが後半に入ってきてどれくらいダメージの蓄積になってくるかというところも見ていきたいと思います。さあ第2ラウンドが始まりました。赤いグローブが山内優、そして青いグローブが細見直樹です。ただこのアウト、右が顔面を捉えていった山内、ただお構いなしにパンチを振るっていく細見です。お互いに気持ち強いですね。緑につなげていったら山内、ただまあラウンドの後半に入ってきてのこの打ち疲れという部分が第1ラウンドも細見ありましたからね。そうですね、細見選手はちょっとすごい1ラウンド目多分疲れたと思うので、はい、ちょっとその後が心配ですけど、飛び膝も見せていった細見に対して冷静に打撃を返していく山内、左そして右、最後のパンチが顔面を捉えていく。お互いにいいパンチが顔面に入っています。あ、左フック、顔面を捉えていく。ただお構いなしが細見前に出ていく。細見選手はちょっとやっぱもうちょっと疲れてるのか、反応が悪くなっちゃった、ね、あ、そうですか。ここはベテラン選手の強さですよね。そうですね、これが2戦目になりました細見。そして山内は今日の試合が8戦目、やり上がります。あ、ここでボディを打っていきました。このボディいいですよ、山内のボディ。これを続けてたら本当にすごい嫌だと思うんで。あ、なるほど。ただこれがなかなかこう一発で終わってしまって、そうですね、出ないですね。続けていけるかどうかというところにもなりますが、もう細身に関しては顔面への打撃転倒、この辺りでもう気持ちの強さを見せていきます。なんか顔だけのパンチとなるとやっぱ慣れてきちゃうんですよね。あ、そうなんですか。やっぱ来るパンチ、分かるパンチっていうのはあまり効かないので、で多分疲れてきて今パンチに力も当たってしまっているので、はい、今はちょっと山内選手の方が有利になってきてますね。あ、ここで膝も入れていく。そして先ほど肘も見せていきました山内。そしてこのローキックです。ただ細身もこのサイドフック、そして前蹴りを出していくようになりました。今の前蹴りいいですよ。まず肘、お互いいいですね。そうですね、この一発一発、あーっと右ストレート伸びていきました山内ですが、細身がパンチを返していく。細身選手気持ち強い、相当これお互いに顔面にパンチもらってますよ。そうですね、ワンツーをクーを切りました山内。ローキックにつなげていく攻撃を見せて、アッパーを見せていきますが、細身縦の打撃を見せていったところで第2ラウンド終了です。これぞウェルター級、いやー、そうですね、試合です。この体格の一回り二回りこう上回ったウェルター級、その辺りの重い打撃が交錯しているということになります。細見選手は、パンチが強いので、はい、まあ、お腹打てたり上を打てたりするともっといいと思いますし、山田選手はローがすごい走っているの で、 そうです、ね、ローを効かしてパンチ当てるか、もしくはローをもっと蹴っていく。そうするとお互いにいい感じにはなると思うんですけど、それがどう出るかと思います。
もう本当にあのパンチが交錯しているときはお互いに何も考えずに顔面を狙っていくっていうような感じが第2ラウンドもありましたよね。そうですね、そこでどれだけ冷静になれるか、はい、そこがやっぱ勝つ選手は冷静なので。そうですね、はい、第3ラウンドが始まりました。ここも足を止めての打ち合いになっている。顔面への打撃、左を伸ばしていくのは細見、そして今度はローキックにつなげていきました。いいですね、ああいうコンビネーションやると下も気にするので、さあ山内もローを返していきます。ローの蹴り合いになっている。そして膝を出していったのは細見ですね。細見がここで膝を出していきました。まあ、相手が膝を出したら膝を返す、そういった展開も見られました。そして距離が詰まってのこの激しい打ち合いだ。まずちょっと蹴りがなくなってしまいましたね。そうですね、ローキック膝を出している細見に対してパンチ1セットになってきている山内。そうなってくると相手もこう打撃には耐えられるという形にはなってきます。ああ、そして右、ナイス肘です、そしてバカミブロー、見せ方もいいですね、この辺りで多彩な攻撃を見せていって、もう一度バックブロー、細見が見せてきました。ただ力を込めた右のフックを出していったのは山内です。まあ、第2ラウンドも激しく打ち合ってきている中で第3ラウンドかなりこう消耗してますね。そうですね、お互いにもう口開いて辛いとは思うんですけど、根性で2人とも頑張ってますね。あとはもう気持ちの部分でどちらが上回れるかというところにもかかってきます。押し込んでプレッシャーをかけているのは細身、後ろに下がりながら打撃を返していく。青コーナー近く山内、相手を押し返せるか。こうなってきた見栄えとしてはこう細身の方がいいですか ね。 そうですね、ずっとやっぱコーナーに背負ってる選手で、やっぱどっちかというとずっと攻撃を受けてるんで、すごい見栄えやっぱ悪いですよね。そしてこの肘を出していくのが細身です。この第3ラウンドに入ってきてこの肘が結構出てますね。い、はい、近い距離になってさっきやったあの距離でもパンチだったんですけど、その近い距離で肘が打ててるので、そうすると当たるんですよね。肘を返していったのは山内。残り30秒切りました。第3ラウンド、さあこの激しい打撃戦の中で打ち勝つのはどちらの選手ということになるのか。右を返して左のフック、いいですね。いや、強烈、顔面を捉えていった山内。ただ後ろに下がらないこの細身の気持ち。そうですね、細身選手全然下がらないですね。ですね、ローキックも返していきますが、相手にプレッシャーをかけてどんどん前に出ていく。最後は肘も打っていきます。あ、そしてこの距離での激しい打ち合いだ。第3ラウンド、このラウンドも激しく打ち合いました両者。いや、素晴らしい試合でしたね。細見選手も絶対に2戦目ですもんね。2戦目です。これ何かやってないとこんな2戦目いないですよ。ですよね、はい、前の試合勝利して連勝を狙う戦いになっている山内優、そして、細見直樹は一戦してその1勝まだ0敗、2勝目を狙う戦いということになりました細見です。いや、この試合見せてこんな疲れる試合したくないですね。見てる分にはいいですけれども、やる分にはこれ全然違いますからね。絶対嫌だなと思います。3ラウンド戦い抜きました両者。連勝を飾るのはどちらの選手ということになるんでしょうか。さあ判定です。青コーナー、あー、ということで判定の結果、青コーナーの細見直樹が勝利ということになりました。ということで判定の結果2対1、これジャッジ割れましたね。割れましたね、細見選手の勢いを取ったレフリー、で多分山内選手 この技術面を取ったレフリーと分かれてるんじゃないですかね。そういうことですね。
ただまあ本当にあのダメージもそうですけれども、やはりその見栄えといいますかアピールの仕方、この辺りっていうのも非常に重要になってきますよね。そうですね、ああいうバックアンドブローとかってあえて大技みたいなのを見せれるとやっぱ会場も沸きますし、すごい有利に見えるので、そうですね、あんだけ疲れてもああいうところで出せるっていうのはやっぱいいことですよね。この試合をコントロールしている優勢が進めているかどうかというのもジャッジには非常に重要になってくるわけですよね。そうですね、もらってもやっぱ前に出る選手ともらって下がる選手とやっぱ見栄えも全然違いますし、ジャッジの見方もやっぱ前に出てる選手と押してるなと思うので、そういう面でもやっぱ上手いですね。まあでも実際やっぱ当ててたんで、そうですね、はい、プロ2戦目ですよ。いや、はい、2戦目いい戦いを見せていきました。本日の第3試合、ウェルター級の3分3ラウンドは細見直樹が判定勝利です。